コントローラーのやつですけど、基本的に、これ押しても何も反応しないときは、本体のスリープを一回解除して、それからこの H っていう、この2本ボタンを押すと、つながります。で、この O、こっち T ってなってて、こっち O ってなってるんですけど、O の方は、押すと撮影されます。撮影ボタンですね。スイッチで言うとこの撮影ボタンです。T はちょっとわかんないんですね。で、まあ、プラスマイナスは普通に、スイッチと同じで使えます。で、カメラの向き変えたいときとか、まあ、スプラとかやったら、カメラの向き変えたいとかやったら、これを使えば向き変えれます。で、今、画面こういう感じで、なんだろう。何もしないでほっとくと、この状態になります。で、この状態になった場合は、LR、同時押しをしてたら、ちょっと今カメラ持ってるんで、あれなんですけど、LR 同時押ししてたら、つながります。一応こう今点滅してるんですけど、はい。これで1個にな、1番だけついてる。この状態になると、1番だけついてる。この状態になると、この画面に出て、で、A ボタンを押すと普通に。つながるって感じの使い方ができます。割と、ちょっと癖ありますけど、そんなに使い勝手悪くはないです。で、なんだろうな。戻って、で、例えば、これでゲームとかする際とかに、普通に参加しようとしてたら、出るかな？そうそう、こんな感じで、アミーボの書き込み、読み込み中にエラーが発生しました。で、こういう場合は、まあ、コントローラー自体がアミーボに対応しないんで、普通に OK。OK。A を押して OK。これで普通に使えます。こんな感じで。アミーボだけの問題なんで、特に問題ないです。っていう感じですね。はい。ということです。また、機会あれば、スプラ実況したいと思います。ではまた。